はい、皆さんこんにちは。自然と遊ぶシティリバーズチャンネルです。本日は埼玉県加須市にあります加須花崎水上公園、こちらでプールフィッシングしていきたいと思います。久しぶりの釣りなんでめちゃくちゃ楽しみです。ただここはですね、結構当たりが渋いので有名ですんで釣れるかどうかちょっとわかんないんですけど、楽しんでいきたいと思います。ちょっと風が強くて寒いのが嫌なところなんですけれども、引き続き最後までご視聴ください。それでは動画の方ご視聴ください。どうぞ。場所は流れるプールの、とりあえずここでやっていこうと思います。ちょうどあそこら辺良さそうだね。大型だね。こんな感じですね。釣れてる人はぼちぼちですかね、見た感じ。一応流れるプールで釣りしてるんですけれども、ポイントとなるタンクのプールだと、ちょうどあそこのくるってカーブになってるところは多分流れが変化があるんで魚溜まってると思います。その下がるあとここっすね、激圧ポイント、水流ができてで、ちょうど今画面中央あたりにキャストして、ダミングかけてるって感じですかね。
超寒いね。どんどん肩がちっちゃくなって最初に釣ったのがこんなもん。結構でかいね。
No. そら、そらで。よし。はい、動画の方いかがだったでしょうか。久しぶりの加須花咲水上公園、こちらで、プールフィッシングやってきました。結果はですけど、動画では 4,5 匹釣ったのかな。で、収めてないので3匹ぐらい釣ってんで、合計8匹か7匹ぐらい釣って、バラシが3回ありました。釣りは3時間やってます。朝9時からお昼12時まで実施しました。あいにくの、動画見てわかるかな。風がめちゃくちゃ強かったですね。なんでもう途中で休憩挟みながらの釣りでした。でもまあ、結構周り見てると自分は釣れた方じゃないかなって思います。当たりのカラーは、本当にもうナチュラルな、ブラウンとか、濃い濃い緑が釣れたり、あと、白、赤っていうのも釣れたりと、まあ、バラエティに飛んで飽きない感じでローテーションして、することができました。基本もう寒い時期だと、底釣りで、頑張って、ちょまちょま釣る感じだったんですけど、坊主じゃなくて良かったです。久しぶりの釣り動画いかがだったですかね。私は十分楽しめました。今年は釣り動画も上げていければなって思っておりますけれども、やっぱりキノコ山菜かな、メインは子供たちもいるんで。でもまあ釣りも上げていくんで、もしよろしかったら、チャンネル登録、高評価していただけると動画作りの励みとなりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。